皆さんこんにちは。ドゥダッケのビヨンセこと山さんからドゥーチューブ回ってきました3年生の竹本ひな子です。もう一度言います。竹本ひな子博祭は11月11日12日の2日間あります。そしてドゥダッケのステージパフォーマンスは12日の夕方から行われます。あの入れ替わりから早い1年、私たちは晴れて付き合うことになりました。ありがとうございます。今回はそんな幸せ絶頂の私たちの何気ない一日をお送りしたいと思います。本当に何気ないので本当に気軽にご覧ください。それでは VTR スタート。ゼミを取るなら私は馬になる。タンジェント NHK です。